清野さんのミスパンダという役を紹介したいと思います。いきます。川田蓮とミスパンダの役紹介をしたいと思います。いきます。囲碁のルールを知らないではなく、囲碁棋士丸かつては天才美少女棋士と騒がれていたが、10年前のある事件をきっかけにネガティブ早い、いいですね、でやんすよネガティブやんすよネガティブでやんすよ、うん、弱気な性格になってしまうまで。しかしだけど多分きっとではなく、しかし彼女には猛毒が効かぬしかし彼女にはもう一つの顔が、それは世の中にはびこるさまざまなグレーゾーンに白黒つける謎の存在、ミスパンダ。動物的直感から生まれる予期せぬ行動と、トップアスリート顔負けの身体能力、来たな、闇に隠された真実を炙り示せ、好きだけどね、炙り出し雑巾で拭くじゃなくて炙り出し、黒と認定したターゲットを危機としてネット公開処刑する難しい。ちょっとなんか初めて聞いたワードがこの辺にありました。確かに、うん、初めて見たあれだったんで、ちょっと難しかったっすね、うん、ぜひぜひやってみてください。お願いします。楽しいです